ウィリー・マギーはアメリカメジャーリーグで活躍した野球選手、ガイ外野手、リョーダ、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ出身、後に所属することになるジャイアンツがニューヨークからサンフランシスコに移転した1958年に生まれる。1977年のドラフト会議でニューヨークヤンキースから一巡目に指名され、入団したがメジャー昇格は遅れ。 ヤンキースのピンストライプに袖を通すことなく、1981年10月21日にセントルイスカージナルスに移籍。1982年の開幕はサンエールイビル、レッドバーズで迎えたが、メジャー昇格を果たし5月10日に初出場。その年はルーキーながら123試合に出場し、打率、296、4本塁打、56打点。 24盗塁の活躍。新人王は、ロサンゼルスドジャースのスティーブ・サックスに譲ったが、遜色ない働きを見せた。チームはその年、ワールドシリーズ進出を果たす。ミルウォーキー・ブルワーズとのワールドシリーズ第3戦では、ワールドシリーズの歴史に残る活躍を見せた。日本でいを打ったが、これは、新人としては百三十九年のチャーリー・ケラー、百五十七年の トニー・クーベックに次いで史上3人目。あとに1996年にアンドリュー・ジョーンズが4人目となった。そのシリーズでは ABC のアナウンサーによって ET と名付けられた。守備でも9回裏にゴーマントーマスの本類打成の当たりをキャッチする活躍。このシリーズは第7戦までも連れ込んだが、最後はカージナルスがワールドチャンピオンに輝いた。俊速を生かして、 トム・ハー、オジー・スミス、ロニー・スミスらと共にホワイト・ボールの一員として活躍。1983年には初のオールスター出場を果たし、1984年6月23日にはサイクルヒットを達成。そして1985年には主に2番を打ち、スイッチヒッターのナリーグ記録となる打率。353で首位打者のタイトルを獲得。 216安打、3塁打18もリーグ1位。この年新人で110盗塁したビンス・コールマンがいたこともあり、本塁打10ながら82打点をマーク。この活躍で MVP に選ばれた。チームはワールドシリーズ出場を果たしたが、3勝1敗の優位からカンザスシティロイヤルズに敗れる。守備面でも優れ、ゴールドグラブ賞を3回獲得している。 1985年にはシルバースラッガー賞も受賞した。その後も1985年、1987年、1988年にオールスターに出場。1987年には自身3度目のワールドシリーズ出場を果たすがミネソタツインズに敗れる。1990年8月29日にガイアシュ・フェリックス・ホセプラス。 マイナーに投手との交換でアリーグのオークランドアスレチックスに移籍。この時点で、すでに最終的な規定打席に達していて、しかも335の打率を残し、ナリーグでそれを上回る選手がいなかったため、メジャー史上初のシーズン終了時点でリーグに所属していないのに、首位打者という陳事となる。アスレチックスは三年連続の地区優勝、リーグ優勝への追い込みに、 マギーを獲得し、ワールドシリーズ出場を果たすが、シンシナティレッツに4連敗に終わる。オフにフリーエージェントとなって、故郷のサンフランシスコジャイアンツが、ブレッド・バトラーの後の一番打者を探していたことも、あって、契約。1991年から1993年までは3割前後の活躍を見せるが、1994年は故障で45試合の出場に終わり、 自由契約となる。1995年6月6日に、ボストン・レッドソックスと契約するがこの年も67試合の出場に終わると、1996年には、フルスカージナルスに復帰。アスレチックス時代の監督トニーラ・ルーサの下出場数は少ないものの1996年、1997年は3割をマーク。 1999年を最後に現役を引退。背番号51は引退後一度の使用のみであり、2001年以降、誰も着用しておらず、カージナルスの準永久決番となっている。ファンの人気は絶大であり、永久決番となることが確実視されている。ありがとうございます。